ん？入れ。呼び出してすまんな。いえ。早速だが、お前に頼みがある。頼み？お前も知っている通り、ヘレンシア砦は今や妖精の手にある。これを取り戻すため攻撃隊が送らねばならない。そこでだ、お前にその隊長をやってもらいたい。え？隊長って、え？急を要するのだ。今すぐ答えをもらいたい。自信がないのか？そうじゃなくて、あの、リドリーはどうなるんですか？リドリーも撃つんですか？戦わなければいけないんですか？きっとリドリーはあのガウェイに騙されてるだけなんです。いや、こう考えろ。ヘレンシア砦をこじ開けてリドリーを連れ戻すとな。わかりました。やってくれるか？俺はガウェイにリベンジするって決めてますから。よし、決まりだ。あ、でも俺騎士団クビになってるんですけど。心配いらん、お前は騎士団に戻れる。え？竜殺しのジャックの名は広く知れ渡っているからな。お前の騎士団復帰に異を唱える者はいないだろう。はあ。どうした？嬉しくないのか？そりゃ光栄なんですけど、今の俺にはテアトルの仲間がいます。また騎士団に戻れるからってそれじゃってのもなんか寂しいし嫌だなって。ジャック、わかった。お前は自分の隊を率いて攻撃隊に参加しろ。え、それどういうことです？お前は騎士として自分の仲間を率いて戦えということだ。いいんですか、そんなのって？将軍である私が許可する。誰にも文句は言わせん。それにこれはラークス様の意向でもある。ラークス様の？ラークス様はお前を高く評価しておられる。あのラークス様が？なんで俺なんかはそんなに。お前に期待する気持ち、私にもわかる気がするがな。はあ。なぜこんなことに。なんだと？リドリーが妖精たちと？確かなのか？ダイナス将軍が目撃しております。そんなバカな。それゆえジャスネ様にはしばしの間謹慎していただきたく。わしが謹慎だと？この国家の一大事にか。反逆者の父が政務を行っていては国民に示しがつきません。どうリドリー、なぜだ、なぜお前は。オーティーノ、こんなところでおめえ何しとるだ。交代の準備もしねえで竜を殺させてどうするつもりだ。人間が高き文明を築くたびに竜は方向を上げ彼らを襲った。千年の都を一夜で無に返してきた。なぜなのか。
人間のおごりと傲慢が世界を滅ぼしてしまうからだべ。だからこそ金龍と銀龍は交代で世界を監視している。そうでねえか。交代することで世界はもっぺん最初からやり直しになるんだべ。まあ人間たちにとってはそん時にいっぺん滅ぶ羽目になる。ちっとかわいそうだが、プトアスの秩序を守るためだ。しょうがねえ。なぜ人間だけが滅ぶ。竜は死なぬ。どんなに傷ついても癒しの眠りにつけばやがて目覚め、新たな器を得て再生する。エルフも玉継ぎの儀式を会得している。肉体は滅びても彼らも永遠に生きる。おかしな話だ。全くもって不公平。人間は分が悪い。悪すぎる。オーティーノ、おめえ変だ。どうしちまっただ。人間は個体そのものも脆く儚く、数十年しか生きられない。そんな弱き者が少しずつ築き上げ受け継いでいく文明を、なぜ永遠を生きる竜や妖精が破壊するのだ。人間が世界を滅ぼしたら何も残らないからだ。わからないではないか。誰も人間の行き着く果てを見たことはない。人間が築き嫉妬はことごとく途中で竜に崩されてきたのだからな。おめえ、もしかすとおめえと話すことはもうねえだ。役目は果たすもんだべ。わしはそう思う、オーティーノ。父さん、俺やってみせるぜ。
Huh?